まに料理するんですけど、あの娘がいて娘のためにこう料理する機会が、あって、調味料とか食材にはこだわったりして、で塩分控えめで、その分こうお酢を足してとか、なんかそういったところでバランスを取ったりしてっていう感覚はあるんですけど、ただ今は何よりも美味しいって感じることも大事だと思ってて、やっぱり美味しくなきゃ意味がないって思うんですよ。なんか美味しいってこう満足したって思う気持ちっていうのも多分体にすごいいい影響を与えるんじゃないかって。だからまあヘルシーは意識しつつも満足度の高い料理を習得していけたら最高だよねって。だし巻き卵か、卵焼きより難しそうなイメージがありますよね。わかんないですけど、だし巻きのあの口に入れた時のジューシーさって毎日でもいけるよね。普通の卵焼きよりもだし巻きの方が朝はあの嬉しい、ジューシーだから。じゃあ作ろうか。よいしょよいしょよいしょ、ああ、よいしょ。
しょ。おうまくできそうな予感がするよ。よいしょ。ありがとうございました。